大雨などの影響で発生する浸水などの状況をリアルタイムで把握することができるセンサを搭載した日本初の自動販売機が津市役所に設置されました。津市役所駐輪場横に新たに設置された自動販売機、平常時にはいつもと変わらない自動販売機として利用されますが、大雨などで浸水した際には本体に取り付けられているセンサがその状況を観測します。さらに市役所前の道路の浸水状況についても迅速に把握するため、道路脇にも呼気のセンサが設置され、リアルタイムで情報収集を行います。8月8日金曜日にはこの取り組みについて合同記者発表が津市役所で開かれました。発表には浸水センサを共同開発した中央大学研究開発機構と大塚ウェルネスペンディングのほか、情報の集約を行う一般財団法人河川情報センター、三重河川国道事務所、そして津市が出席しました。国土交通省ではこれまでも豪雨災害に対応するため低コストで小型のセンサを道路脇などに設置するワンコイン浸水センサ実証実験を全国の自治体と協力して進めていて、津市も今年2月から参加しています。今回センサ付きの自動販売機が開発されたことを受け、津市がいち早く名乗りを上げていたことから1号機の設置場所に決まりました。記者発表では、市街地で排水できない雨水があふれる内水氾濫などの被害に備えるため、自動販売機の通信システムを使って浸水の状況を把握することや、災害時には無料で商品を提供できる機能がついていることなどが説明されました。おやきとなる自動販売機には道路面から40センチの高さにセンサがついていて、浸水すると情報が記録され、そのデータは国土交通省の共有サーバーに送られます。さらに呼気は浸水が10センチ、20センチ、30センチに達するたびに親機を通じて情報が送られるということです。万が一自動販売機本体が水に浸かってしまった場合でも、予備バッテリーで観測を続けることができる機能もあり、前橋町は市街地の浸水が万が一起こったときにどこで何センチ浸かったというのを把握するのが難しい、市民の安全を守るためにも今後の災害対応に役立てたいと期待を寄せました。実証実験は数年間続けられるとして、当面の間は集められた情報は関係機関で共有されます。津市では今年の9月中に一心電出張所に2台目が設置される予定で、今後市民が情報を閲覧できるような仕組み作りへの準備も進められます。